どうも皆さん、ようそろ岡村と申します。バディミッションボンド実況プレイ、今日も続きやっていきましょう。ということで、前回ミッション15、まあ、さらにその前から続くことだったんですが、ついにファントム、ディスカードのボスの正体がエドワード、ルークの父親代わりだった、あの亡くなってしまったと思われた正義のね警官で、亡くなってしまったと思われていたあのエドワードだったことが判明しました。そしてルークがね、記憶の中で思い描いていた、忘れていなかったあの父親像とはかけ離れた人物だったと。で、彼が狙っていたのがルークの脳内にあった最後のキー、コードだったんですが、その前回の話の一番最後でコードを持っているルーク・バーンズという人物は、僕らの知っているこのルーク、ルーク・ウィリアムズとは別人だったということが判明してしまいました。そもそもルークがコードを持ってるって分かって、さらにそれが別人だったって一気に分かって、なんかもう2点3点てんやわんや、わっしょいわっしょいっていう感じなんですけれども、となると、じゃあ誰が本物のルーク、まあ本物のルークはルークなんだけど、そのコードを持ってるルークは誰なのっていう。でもエドワードは見つけてるんだよね。ってなると、なんかちょっといくつか仮説が立つんじゃないかっていう、そういう考察とかもしつつ、今回ミッション16喪失見ていこうかなと思います。いや、この幼少の頃のルークの笑顔が切ないな。お前は何とも繋がっていなかったんだ。そんなことないよね。早速始めるからやっていきましょう。あの炎の中で伸ばした手だ。あと右の男の子、まさか。名前表示のところがこう、多分おぼろげなね、意識が朦朧としてるからか、それが現れてますね。ひどい匂いがする。真夜中テレビみたいになっちゃってる。そう、前回最後にあのお前は何とも繋がってないっていう、こう悲しい言葉を言われて、エドワードに確かあのダストシュートか、途中途中でこの存在がさ、ほのめかされてたじゃん。あのダストシュート、あの囚人じゃないけど、あの生態研究室のとこにあったりとかして、あそこに突き落とされたからね。あ、どうした。そう、多分相当な高さから落とされてるから、痛い、体中が。大丈夫？頭もガンガンする。なんだ、請求書？新聞だ。なんだこの紙。あ、ルークがこの顔するときいつも心ギュッとなる。お、オフィスなでしこじゃん。え、テロリズムとか書いてある。見覚えのある建物だ。テロの主犯は公安、ブロッサムを襲った犯罪組織ディスカードの巣窟か。公安本部および支部オフィスなでしこを摘発。逆です。スイちゃんだ。女の子だ。どこかで見たことがある。大祭神楽迫る、トップバッターは歌姫スイ。いきなりなんだ。このステージを誰に一番見せたいですか？お世話になった友達です。本当はメテオフロートに招きたいくらい。なぜならこの場所は、この紙は何だろう。何でもないもの、何の価値もないもの、何ともつながってないもの。え、くすんでるんですけど、吹き出しが。やだ、全部違うんだけど。まあでも今のルークの心の中だったら、まあこのつながりという言葉を
使いたがるんじゃないかな。悲しいけどそう思ってしまってるってことか。そうか、ゴミか。ヒーローゲージが、ヒーローじゃなくなっちゃう。頭が痛い。ここはどこだ。僕は誰だ。痛い。頭が割れる。僕、そうか、あそこで記憶の刺激をされまくって、最後にあんな刺激のある言葉とかを言われてショックで、今脳みそがちょっとあれなんだ。そうだ、お前は何者でもなかった。僕はお前には何の価値もなかった。僕、お前は何ともつながっていなかったんだ。なんで僕は誰ともつながってないの。僕が持ってなかったからだ。何を。コード。記憶かな、あそこだ。よく戻ってきたな、小豚ちゃん。さあ、何して遊ぶ。出たこいつ、もう名前も出てこない。役立たずな。お前はもうどこにも行けない。ここで死ぬんだ。うるさい、隣にいない。うわー、細か。コードのありかは、くそ、コードはどこだ。いやー、もう一本道。人の気配、あ、影はチェズレーだな。シルエット、誰だろう。どこかで見たような人影が僕を手招きしている。そうか、一応ここでね、チェズレイと会ってるからな、初めて。実はね。トロヤの中に誰かいる。仮面の牢獄。あ、場所変わった。
さんの影がうごめいているちょっとおもろいなちょっとおもろいな。チェズレイで想像するとちょっとおもろいな。いいえ、本当の私は一人だけ。知りたいことがあるのなら見つけてください。今の私を。本物の彼は、わかんない。ああ、なるほど、名前が違う。罪なき者も殺していい。これは違うね。敵への執着は捨てた。あ、これはありえそうだね。敵をじわじわと殺したい。いや、執着は捨てたんだ。ユイが独尊こそが美学だ。いや、彼の美学は、まあ、罪なき人ではなく、こう、罪人を痛めつけることだったんだけど、今はそれすらもクリーンになってるはずなんだ。だから、敵、まあ、アダへの執着は捨てたと。どうだろう。チェズレー、ごきげんよう、ボス。見覚えがある顔だけど思い出せない。ああ、まだ記憶が。そうか、自分の名前すらも混濁してるんだ。知りたいことがあるのですね。ああ、コードの在りかだ。なぜ知りたいのですか。それがわからないと僕は何者でもない。みな、はじめはそうですよ、ボス。何者でもないからこそ何者にでもなれる。何度でも変われるのです。昨日まで命を懸けてきたものと今日決別し、明日は新しい宝を見つける。そんな変化も起こりうる。まさにチェズレイのことだ。けれど、あなたの真の部分は先々も揺らぐことはないでしょう。何しろこの私を怒鳴りつけるくらいです。君がどんな罪を犯してきたのか、どんな思想の持ち主なのか僕は知らない。でも君は僕たちの仲間になると言った。ならディスカードの追跡よりも優先してほしいことがある。それは人を見捨てないことだ。一人でも多くの人を救うことだ。コードのありか。あなたの信念を果たすために必要なら手がかりをお伝えしましょう。コードはダン・バーンズの息子の脳にある。しかしコードを求めるファントムにとってあなたは不要。ということはボス、あなたは多分。チョイス、僕は多分ファントムの養子ではない。ダンの息子ではない。君のボスではない。これは正解一つしかないけど、ヒーローチョイスじゃないんだな。そうか、そもそもヒーローチョイスが今はできないのか。ダンの息子ではない。ダン・バーンズの息子ではない。そうです、ダンの息子はあなたではない。うん。けれどね、私のボスは間違いなくあなたですよ。うん、待ってくれ、チェズレイ。ご健闘をお祈りしています、ボス。回復した。僕はチェズレイ。それだと僕はチェズレイになっちゃうけど、僕はルークね。
操作成功。あ、コードの本当のありかは、そうだね、ダンの息子は僕じゃない。いやー悲しいよ、ここの操作の指針と僕は全然指針じゃない。指針じゃなさすぎて失神しそう。人の気配、あ、木馬さん、誰だろう。どこかで見たような人影が大きく手を振っている。それぞれのキャラの性格出てるな。さっきはチェズレイね、手をこまねいてたしぽいね。お兄さん、ちょっとだけ、ちょっとだけ寄ってこいや。忍びの牢獄。これ多分これ流れ的に次アーロンあるじゃないですか。予想していい？獣の牢獄、絶対獣だよね。すまん、迷子になっちまった。どれが本体だっけかな。今の俺を見っけてくれるかい。この優しい語りかけ口調が大好きだよ俺は、木馬さんの。あ、でもアーロン相棒の可能性あるな。相棒のって可能性もあるな。守り手としていきたい。あ、もうこれな気がするな。この20年に価値はない。そんなことはないよ。冤罪を証明できた。まあ、できたけどできたけど、それをなんかやったやったワイワイって言って、そういう人じゃないから。死んで罪を償いたい。これはまだもっと前の木馬さんだね。守り手として行きたい。なんかこの辺の演出、排気ガスサークル思い出すな。うん、これだこれだ。見っけてくれてありがとな。見覚えがある顔だけど思い出せない。なんでコードのありかを知りたいんだい？それがわからないと僕は何の価値もない。誰でもそう感じることがある。こうやって暗闇に逃げ込みたくなることが。でも思い出してごらん。少なくともお前さんは他人や物事を価値で計りはしなかったよ。目の前の人たちに価値があるか、自分が関わる価値がある事件か、そんなこと考えてもなかったろ。初めて会った時のお前さんのセリフ、おじさん今でも覚えてるんだ。今の僕はただのヒーロー志願者です。そしてこんな時に動かないヒーローがいるはずないんだ。いいかいヒーロー、誰もお前さんを価値なんかで測ることはできないよ。だけどコードのありかはヒーロー復活のために必要だね。ちょいと待ってね、ガソリン入れるからね。絶対ドブロクやん。あー、これこれ。コードは息子の脳にあるってことは、ダンの息子を見つけりゃいい。ダンの息子の特徴についてファントムが言ってたこと覚えてるかい？あれは確かエース本社の最深部で俺たちが不意をつかれた時だ。大丈夫、
コードの持ち主には耐性がある。だからディスカードに狙われる、記憶を失っている、隕石の音波が効かない、これだ。隕石の音波による精神支配を受けない。あ、そうだ。あ、じゃあもう確定したわ、誰がダンの息子か。ご名答。ダンの息子には隕石の音波が効かない。ちなみにさ、おじさんにはアルコールが全然効かないんだ。聞いてんだよそれ聞いてっから顔赤いんだってヒックヒック言ってんだ。でもベロベロですよ奥間さん。すまんが、ちと一眠りしてくるよ。え、ちょっと待って、本当に、え、俺二人とも生きてると思ってるよ。絶対死んでないって。大丈夫だよ、大丈夫。眠るなんて言わないでくれ。回復した。これあれだね、僕は洗濯をした後のさ、二人ともが今これまでに消える時に出てたあの結晶、ガラスの破片のような結晶が待ってたんだよ、あの消える時に。それが集まって新たな次のこの進むための活力になってるんだ。マジで演出が細かくて好きだ、モクマさん。情報入手。強化が効かない。ダンの息子は隕石による強化が効かない。さあ最後だね。誰だろう、どこかで見たような子供の影が見える。あ、なるほど、これ子供の頃の彼だ。一度アラナさんとのうんぬんで出てるね。内側から柵を蹴ってる。僕を呼んでる。ああ、やっぱり獣や。獣の牢獄。本物の彼はヒーローはうんざりだ。俺は奪う側の人間だ。自分の望みだけが大切。相棒となら全部守れる。これは落とされる直前に語りかけてくれた内容と近いね。相棒となら全部守れる。でコードのありか。お前が探すべきもんは本当にそれか。だってコードがないから僕は。なんだよ。僕は何ともつながってない。何ともつながってない。じゃあなんだ、あのくせえ文句は寝言か。聞いてくれ、
僕も今日大勢の人の未来より君を救うことで頭がいっぱいだった。多分一人一人には身近な人を助けるくらいの力しかないんだ。だからヒーローには相棒が、仲間が必要だ。一緒に守ろう、アララさんもみんなも。本物のヒーローになるんだ、二人で。俺だけじゃねえ、おっさんに詐欺師にあげるのもめんどくせえわ。この島だけでもてめえとつながったやつが大勢いるんじゃねえのかよ。蹴りが効かねえならこっちだな。待て喧嘩っ早いな、君は。いつもそうだ、乱暴で短気で力任せで。その力で道を開いてくれた、僕を奮い立たせてくれた。僕は一人じゃない、絆に支えられてここまで来たんだ。うん、思い出したよ、君はアーロン、そして僕はルーク。今度は何だよ。引っかかるんだ。ダン博士の息子の名はルーク、それは明言されていたけど、あの時。おかげで本当のコードのありかが分かったよ。ラベルは違うが、なるほど、符号する。コードの持ち主のラベルが違う。もしかしたらダンの息子は。ダンの息子はすでに死んでいる。変なシールを貼られている。ふざけんなお前、こんな感動のシーンで。ラベルはそっちのラベルじゃないよ。わかるけど気持ちは。そうだね、偽名を使ってるわけだ。つまり本名はダン・バーンズだけど表の名前は違うと。ラベルとは名札のこと。うん、シールではないと、ステッカーではないと。つまりコードの持ち主のラベルが違うというのは、ダンの息子が名前を偽っているってことじゃないか。ここまでか。アーロン、どういう意味。こういう意味だよ。あ、いいかドギー、いつまでもぐらついてんな。そうだ、そう言ってくれた直後にアランは。最後に聞かせろ、コードのありかを知るのは何のためだ。コードのありかを知るのは自分が何者かを知るためだ。全部守るためだ。倒産を止めるためだ。まあここは相棒となら全部守れる。全部守ろう。そのために僕はコードのありかを知って
この牢獄を出ていくよ。あ、めっちゃ調子戻ったね、ルーク。もちろん全部守るために。前向いてる。二度と忘れんじゃねえぞ。いつもより顔が優しいよ、アーロン。ルークの脳内だからですか。ああ、忘れるもんか。行け、ヒーロー。アーロンもだよ、ヒーローは。また会えるよ、絶対。会えるよね。相棒。今度は赤いかけらで。操作成功。情報入手。偽名を使っている。ダンの息子の名前はルークだが、今は偽名を使っている。最後の部屋、答え合わせか。ルールル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 。この部屋やだな。でも全てのパーツは僕の中にある。答えを出す時だ。まあもう皆さん、ここまで考えがまとまってる方もそうでない方も、ポケモン151匹捕まえた君も、まだまだの君も、ポケモン言えるからに挑戦だ。ここは いよいよ答えを導く時だ。残念だな、小豚ちゃん。行き止まりだぜ。ウィリアムズ、お前はやはりどこにも行けないということだ。無駄にいい声で悪態つかれる。いや違う、多分僕はもう知るべきことを知ったんだ。ここから出るために必要なのはコードのありか。それは実質ダン・バーンズの息子は誰かということだ。仲間たちがくれた手がかりは3つ。1つ目、ダンの息子は僕じゃない。2つ目、ダンの息子には隕石の音波が効かない。そして3つ目、ダンの息子は偽名を使っている。まだあるぜ。4つ目はな。答えを知れば、もう知る前には戻れない。こんな声が聞こえるのは、僕の中に予感があるからか。僕はきっと目的の人物をよく知っている。背を向けるな。これまでのことをしっかり思い出すんだ。アスマリー研究所の第一人者、ダン・バーンズ。彼の息子は、ああもうそうだよね。まあここまで絞るよな。ルーク・アーロン・モクマ・チェズレイ。皆さんお分かりでしょうか。ハスマリーで生まれ、親を知らず、ずっとそばにいた、記憶の中でもちらついていた、あの記憶の中で見たコードを教えられている時のあの後ろ姿のシルエット、声、なんかあの泣きそうだった声、戦争はどうして戦争に行っちゃうのみたいなあの声とかも、よくよく考えてみるとルークの幼少の頃とはちょっと違ったものだったんだよね。そして音波が効かなかったのは誰だったのか、偽名を使わなければならないことをしているのは誰なのか。アーロンだ。略した考えかもしれない。でもそう考えれば辻褄が合う。そういうことなんだ。起こさない方がいい。もう理性をなくしているだろうから。彼のそばで光っている装置、見覚えがあるはずだよ。
確かに隕石装置は作動していたはずだ。でも彼は強化しなかった。それを見て父さんは気づいた。俺はずっと思い違いをしていたわけだ。おかげで本当のコードのありかが分かった。ラベルは違うが、なるほど、不合する。彼はダンの息子とされていた僕と年齢が近い。さらにハスマリーとも縁が深い。おそらく彼こそがコードの持ち主、ダン・バーンズの息子だ。今思えば、かたくなにルークのことをルークじゃなくてドギーって呼んでたところか、自分と名前同じだからルークって呼ぶのはなんかちょっとこう気恥ずかしかったとか嫌だったっていう、そういうのも今思えばそうなんだよ。なぜ気づかなかったのか。記憶が。君の名前は？ルーク。君は誰？俺のことはヒーローって呼んで。